滋賀の皆さん、こんにちは。天才劇団バカバッカ座長の木村昴です。この度天才劇団バカバッカが初のツアー公演を行います。滋賀は11月の5日と6日の2日間立東芸術文化会館さきら中ホールにて公演を行います。まあダディフーという公演なんですけれども、まあ僕ら天才劇団バカバッカの代表作でございますので、そちらをぜひ皆さんに見ていただきたい。お？何何？ん？滋賀といえば、まあ琵琶湖ってのが有名ですよね。あとは近江牛、あとクラブハリエのバウムクーヘン、めちゃめちゃうまそうやあらへん。ドイツ生まれの木村昴といたしましては、このクラブハリエのバウムクーヘン、ぶっ刺さりまくってます。それから近江牛、めちゃめちゃうまそうじゃないのね。あの公演の合間、とかに劇団員のみんなで食べに行こうと思ってますね。美味しいグルメをいただいて、パワーいっぱい元気いっぱいモリモリ公演を行いたいと思います。まあバカバカ初のツアー公演ですので、ぜひとも皆さん、そのツアー公演劇場で目撃しに来てください。損はさせません。笑ってちょっと泣けて笑える、そんなお芝居です。よかったらぜひ皆さん遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。劇場でお待ちしてます。